まあもともとねこの鉄ぶさ、ライドウィンドのね我々の企画チームかがやまでの企画として去年はやぶさで、テイストオブズのハッキリクラスにエントリーしようと決まってはやぶさをレギュレーションに合わせるために鉄フレームで作りました。でそれが去年だったんですけどやっぱり去年は、表彰台には乗れたんですけどまだ勝利に全然近づけなかった状態でした。で今年はやっぱり悔しかったのでチーム全体メカニックも同じ気持ちだったので、能力をそれこそ H2 にそのストレートでねやられちゃったのでエンジンの能力をまずテーマとして上げていこうということをメカニックとみんなで相談してエンジンパワーをがっつりと上げることに成功して、本当うちのメカニックがねいろんなパーツ組み込んでくれてメカチューンと言われるものをやってくれて、はい、出力が上がった状態でいつだったっけな1ヶ月ぐらい前に初テストをしました。はい、でその時にねやっぱり出力が上がった分、本当に速くなりました。約ね数字で言うと25馬力ぐらい、これすごい数字なんだけど、リアタイヤで測るその装置があるんだけどそれでいうと多分210馬力いってるかいってないかぐらい超えてるぐらいなんで本当に今の最先端のJSB と同等ぐらいの出力が出るようになっていた。その代わり、この鉄フレームではねネガティブな問題点がすごく増えてしまったのも事実で、それをより詰めようと思ってついこの先週かな10日ぐらい前にテストを来たんですけどそこでちょっと、はい、事件がありましてね、はい、っていうのが今のところ流れですね。そう本当多分自分もね SNS とかで割と発表したんですけど5月2日だったかな、ここにテストに来て、最終的に仕上げをしようと思ったんですけど、転倒があり第2ヘアピンで転ってしまい、その時ちょうどたまたま運が悪く、オートバイがね火がついちゃってでガソリンタンクに引火していわゆるオートバイが大炎上しちゃったの。いわゆるちょっと火がついちゃったよじゃなくて本当にもうガソリンタンクがもう壊れる状態だったんでガソリンが全部出てそこで炎上しちゃう、もう火がもう近寄れないぐらいな大きな火が出ちゃってなかなか消すのにもね時間かかっちゃったのですごく悲しい形にその時はなっちゃったんですよね。本当もう丸焦げっていう状態になっちゃったのオートバイがね。本当に鉄ぶさって歌ってたんだけどさ本当なんか焼きぶさみたいに焼き鳥みたいになっちゃったんだよね。あれすごいショックでした。でオートバイを、回収してもらってピット持ってくるともう全焼、いわゆる使えるものが全てない状態だったのが10日前です。でもやっぱりね、たまたま応援団だったり、応援する方々がいっぱいいらして、それから自分の中でももうちょっと参っちゃってたのでその応援を集う SNS で集うオリジナルクラウドファンディングみたいなのもやってみたりしたんですけどすごく多くの人がね支援してくれて、それからパーツメーカーなんかももうほんと修理でてんてこまいだった時にオーダーもし忘れてるパーツが勝手に届いてきてたり、いわゆるそれを見たパーツ屋さんたちがあれ足りないだろこれ足りないだろってオートマチックで送ってくれた状態だったの。そんなんで本当にもうねみんなに助けられた10日間で、まあ、メカニックも寝ずに作業してくれたんですけど今ここにある車両本来は丸焦げでした。だフレームだけかな生きてたの、生きてるというか今再利用してるのはフレームとエンジンは全部組み直して消火器まみれだったのでやった状態で今に至る。で本当にはやぶさもいっぱい集まってくれるしファンもいっぱい応援してくれるんで諦めるわけにはいかないと思って、オートバイをみんなで作り直しました。チームみんなでその時に、ね、間にね全日本のテストとかもあったりして吉村ライドリーの
全日本の活動もあるし、どうしても動ける時間が限られちゃって、メガニックはね、本当これを作るのに4日5日ぐらいで仕上げたんじゃないかな、ここまで。そこにはね、俺のミスから生まれたことで燃やしちゃったから、まあ、感謝しかないし、それから多くの、なんだろう、応援してくれた方々に本当に感謝しかないんだけど、でもどうにかテイストオブつくばのね、レースウィーク金曜日までに走れる状態までできましたっていうのが今の流れ。本当にね、こう配信を通して応援してくれた皆さんに本当に感謝を伝えたいんだよね。あの本当にね、今日はっきり言ってシェイクダウンみたいなもんなの。全焼しちゃったバイクでフレームだけを、エンジンだけを再利用して使ってるんですけど、実際まっすぐ走るかとかさ、エンジンがちゃんと機能してくれるかとかさ、同じ前回の鉄ぶさがワンオフって言って、全てが手作りで一つしかないパーツで作り上げてたんで、全てまた手作りのバイクが出来上がったんだけど、やっぱりそういうオートバイってさ、ちゃんと走る保証がないわけで、それを今日ね、チェックしに来たんですけど、さすがチーム加賀山、うちのメカニックがすごい、ちゃんと走れました。そのフィーリングだけじゃなくてね、ラップタイムにもちゃんと現れてたので、本当にメカニックと応援者には感謝しかない状況、はい、が今に至ります。なんで今日が金曜日なんで、明日が土曜日土曜日は練習走行が1回しかないんですけど、我々のクラス、はっきりクラスは日曜日にどうにか予選決勝をね、ちゃんとこなせるところには来れたかな。いわゆるその10日前に皆さんに SNS で約束したのが、必ずグリッドには持ってくんで、諦めないで頑張るんでまたサーキットに応援しに来てねっていう約束でね、 SNS 書いてたので、その約束はまずグリッドには確実に持っていけそうなので、あとはね、結果がどうなるかはレースは、ね、時の運なので分かんないですけど、どうにかね、このストーリーを完結したいなと思ってます。はいはい、今年2年目のね、鉄ぶさでの企画です。1年目は、5月の去年の5月だったかな、それが初めてのハヤブサのレース、まあ、鉄ぶさと呼んでますけど、そのレースでした。表彰台には乗ったけどもね、勝てなかったので、今年こそと思って、11月のレースが、去年の11月のレースが出れなかったんですよ。なので、今年のまたこの5月のレースに挑戦になっちゃったんだけど、なんだろう、やっぱファンの皆さんが一生懸命応援していただけるのに、どうしても応えたいって思っちゃって、そのうちのメカニックたちもね、本当に去年からかエンジンの出力を上げるためにいろんなパーツを計算して、いろんなメカニックエンジンのチューニングしてくれてね、出力が、そう、さっきも言ったけど20何馬力上がっちゃいました。それをね、どうにか本当結果、レースっていうのはやっぱ結果が一番なんで、結果につなげたいと思います。で、今回ね、テストの炎上、ハヤブサ炎上っていう事件があったので、これに多くのファン、それから支援者、ステッカーがね、ライトでバイク見てもらえば分かるんですけど、ステッカーがいっぱい増えてるんですよ。あれは全部応援者なのね、今回の炎上事件で。その人の方々にも、なんだろうな、画面を通してありがとうございますと、ここまで来れましたって伝えたいんだよね。だ、それをね、ぜひカメラで撮ってほしいんだ、で流してほしいと思ってます。はい、なんで決勝はレースってね、確実ってものはないんですけど、どうにかみんなの、なんだろう、喜んでもらえるレースをみんなで作ったバイク、みんながのおかげで作れたバイクっていう意味合いで一緒に戦いたいなと思います。なので応援を変わらずよろしくお願いします。